どうもハッピーです。どうもヤハッピーです。ハレルヤの富澤です。動画を見てくれてありがとうございます。まだの方チャンネル登録お願いします。何撮っていきます？久々の、はい、MTG 大量査定企画やっていきます。結構ね、何回も何回もやってきた企画なんですけど、はい、マジック・ザ・ギャザリングのコレクション、はい、あるいは引退品なんかをね、うん、大量に査定させていただいて、はい、カードをたくさん見ながらぐちゃぐちゃ言っていく楽しい企画でございます。はい、一応トマッピーチャンネルでも何度か出てる、はい、YouTube もやってる社長の方なんで、はい、結構コレクション期待できるんじゃないかなと思うんですけど、いやー、なんかあるかなと思って今日いっぱいコレクション持ってきました。あ、本当にありがとう。はい、引退しようかとも考えたんですけど、はい、あの僕まだコレクションを世の中に僕自分のやつ一回も公開したことなくて、コレクション自慢大会で見せてもらったアラビアンナイトのコンプリート、レジェンドのコンプリートセット、はい、まあ、あれ一部、あれはもうこの氷山の一角が過ぎない。なんならレジェンドのコレクション持ってるって俺、うん、メフィストフェルス1枚だけ持ってきましたからね。ああ全部持ってきてないんですよあの時。でもさ、思ったんだけどさ、 YouTube でマジック・ザ・ギャザリングの動画出してるじゃん。出してます。自分のチャンネルで公開するタイミングなかった？バインダー開いて語るみたいな。で、まあ今回ちょっと僕自分でコレクションをさらっとこう細かく見る動画を実は撮ってきてて、はい、で、よかったらこの大査定と同時公開したいなと思って。あ、細かく見たい人はヤン君の方で見てっていう感じで、一個一個コメントは、はい、そうか、全体を、はい、注目どころ見つつ査定結果を見ていくと。そんな感じで。わかりました、はい、やっていきましょう。やっていきましょう。はい、ということでね、この後査定入っていくんですけど、はい、皆さんにね、お聞きしてる査定額予想お願いします。はい、はい、じゃがじゃん、額や1200円。1200円、ふざけてんの？ごめんなさい、ちょっと間違えました。1200円。1200万円。結構ガチ予想っす。あ、そう、そんな持ってたんだカード。あの、今回、うん、1個あるんですけど、うん、お店の在庫1つも持ってきてないです。なんで、お店の在庫で今日公開するものはオリパに入ってこないです。じゃあ、あくまでも個人で大切にしてるものを全部売ってくれるの今日？いや、それはまあ、噛み合えば、うん、今日はじゃあ、基本は店びらかしたいのと、店びらかしたいのと査定していくらぐらいかなみたいな感じで、この企画の協力にもなるしみたいな感じで、ね、ぐちゃぐちゃ言われたくてきました。わかりました、じゃあぐちゃぐちゃ行っていきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。レッツ査定。いや、結構持ってきたね。いっぱいありますね、こんな。いっぱいありますね。精鋭部隊です。ちょっと細かいレアとかは、うん、さすがに持ってくるとうざいかなと思ったんで。あ、じゃあこれ個人の全部じゃないんだ。本当の全部じゃないです。動画で初公開って言ってたこれ、はい、俺も初公開しちゃおうかなと思うんだけど、うん、大体わかるよ俺。すげえ、なんすかそのスタンド能力。本当に本当に。いくよ、いい、それで、はい、今回の査定やった。 いいってなんすか。いきます。はい、ハッピースキャン。なんか来たんですね。合計査定額1225万円です。ほぼ正解、ほぼ正解。25万お得だから売っちゃう。いや、ちょっと一回ちゃんと見ましょう。見どころで言うと、この辺が一番大取りですかね、金額的に。バインダーとか見ればいいと思います。そうです、バインダーはまあ丸いですね。じゃあ新たちはこっちから撮影すればいいけど、バインダー特殊は小さい。そう、こっち小さいです。はい、OK、はい、じゃあ向こうではね、もうスタッフチームが査定始めてるんですけど、うん、こっちはこのでかいのから見ていきましょう。そうです。ありがとうございます。じゃあ行きましょう。どうぞ。じゃじゃーん。え、何これ？これ、僕が持ってる未開封系のマジック・ザ・ギャザリング関連商品。ほう、これは何？これはですね、プレマットです。今日はプレマット1個だけ持ってきました。これは見せたい。これ見せたいですね。見せびらかしたい。見せびらかせるようなものを持ってきました。じゃあちょっと見せびらかしてもらいましょう。え、何これ？これはもう見る人ぞ。あー、これか、これもいいよね。限定のやつですね。限定だよね。シリアルナンバー付きの、リミテッドエディションって書いてあるし、はい、限定をこれでもかっていうくらいアピールして。リミテッドエディション、はい、これ結構するよね。これ結構数万円するよね。多分僕が見た時で販売額で5万円ぐらいだったので、なぜかモックスダイヤモンドが一番偉そうっていうね。確かに各種モックス、ルビー、エメラルド、パール、サファイア、ジェット。うんうんうん。何これ？これはドイツ語版のリバイズドの未開封パックス、うん、今じゃない今じゃない。これは、うん、レジェンド、イタリア語。はい、これ開ける？一緒に。これはでもこれ1個じゃん。
ちょっと動画にならないもんね、そんなね。嘘、似たようなもんでしょ。そんなことない。いや、こっちはもう開けたことあるんだ、俺とかで。こっちはないんだよね。なるほど。で、このあれでしょ、はい、エーペック、ユーロランドか。ユーロランドですね、これ。ユーロランドいいね。これも開封したらどんなのが出るか楽しみだから開封してる。いやいや、知ってるでしょ、どんなのが出るか。決まったやつが出るから、ね、どんなのが出るか知ってるでしょ、これ。これエーペックランドね。そうですね。このフルプロテクターのロングサイズに入ってる、はい、シンガポール島ですね。うん、いいね。マーライオンの右下に見えてる。で、もう一個エーペックランド、これがあるんですね。あ、これね、はい、名前書いてあるお墓ね。そう、これが一番よく出回ってるやつですかね、お墓のやつ。いいね、これ結構シェイクされても大丈夫そうだね。二重外装なんです。そうなんですよ、ちゃんとね、UV カットをされてて素晴らしい、はい、プラナーケオスね、次元の混乱、次元の混乱、ヤン君にぴったり。待って待って、どういう意味混乱。で、パックが多分まだこの辺全部。いや、すごい神側のスターター日本語。はい、これは福袋で出たの、分かるよ俺。これは福袋で出たやつですね。うん、ハレルヤでしょ、しかも。いや、ハレルヤじゃないですね、これ東京 MTG さんですね。あ、違かった。はい、これは湿気、オデッセイ。オデッセイ、僕これ福岡で買ってきて、ね、すごいじゃん、これめっちゃあるじゃん、パック。はい、え、向きたい、向こう一緒。ダメ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 、これ未開封のままで撮ってるコレクションなんで、今日は一旦お手伝い。未開封コレクションか、スターター、はい、テンペスト、いいじゃん、テンペストね、はい、テンクの会社の名前。そう、僕の会社の名前、株式会社テンペストなの。最近さ、テンペストのマジック・ザ・ギャザリング専門店っていう通販サイトできてるの見たんだけどさ、はい、商品5種類か6種類ぐらいしかなかったんだけど、オリパとボックスしかなかったんだけど、はい、今後に期待。オリパだけだと寂しいかなと思って、うん、ボックス置いてるんですけど、オリパマジで一緒に売れるんですよ。彩り、あ、じゃあ本当にそのオリパを売るためのサイトなんだ、はい、主には。そういうことです。で、オリパ本当に売れちゃうんですよ。これ全部突っ込もうよ、オリパ。いやいや、突っ込む。未開封パック福袋。あ、でも個人のやつなんだもんね。まあまあ、これが個人のやつなんで、だから個人から法人にお売りいただいて、はい、え、ラブニカ150円。150円、信じられない。すごいでしょ。すごいね、ヒストリックだね。これをだからあえて剥がさず置いてます。これいいわ、ヤン君。これいいわ、ジュルリー。ジュルリー、いや、150円じゃ売らないですよ。150円向いちゃう。いや、向かない、向かない。1個ぐらい向こうよ、動画的に。動画的に、そういう企画、そういう企画絶対他の人だったら言わないでしょ。言わないよ。やめてやめて。なんか特別な関係だから。特別な関係、そう、ちょっと考えますか。他のさ、初めましての大量査定の依頼人の方と同じように接したら、はい、うん、え、何こいつらってなるでしょ。それまでも関係性とか、ストーリーがあるわ。まあそうですね。そりゃそうでしょ。そんな白状なんてなんない、うん、だから向こう、どっちか、じゃあどっちかでいいよ。どっち、いや、ね、一番向きたくないやつら、どっちかでいいか、向きたい、一番向きたくないやつらないよ、これ。トモハッピーに未開封パックさらしたらやばいよ。ちょっと俺持ってきたこと後悔してます。向きたくなるじゃん、こんなの見たら。向きたくなるよ、ね、唯一簡単に価値下げれるもんすから。うん、じゃあもうちょっと目を当てられない。向きたくてしょうがないんだから。そんな開封大好きじゃないですか。いや、とりあえずあとファイレクシア、ファイレクシア、いろいろあるね、これ、はい、コレクションボリュームあるからさ、うん、全部深掘りできなくて残念だわ。この一個一個のパックの思い出を語りたいんですよ。イベント限定のやつですね。ああ、売ってない方です、ね、はい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 。で、こうプレミアム、あ、これいいね。これリリアナが多分入ってるっていう気持ちも込めて、あ、天野、天野リリアナのポイントが入ってる可能性があるっていうのでちょっと撮ってます。いいや、え、これなんか全部揃えてるわけじゃないんだね。あ、そうですね。あとはここから出さないでいくと、これは左はトーメントの日本語ボックス。そうですね、2回右下はフォールエンパイア。フォールエンパイア、一番僕が持ってる一番古いボックスですね。これは何？この2つがちょっとまあ注目商品というか、片方がマジック・ザ・ギャザリングを販売しているウィザーズ・オブ・ザ・コーストって、うん、ハズブロっていうあの会社の子会社なんですね。そこがあの出してるこうユニコーンのおもちゃのコラボの商品、でマジック・ザ・ギャザリングになってる。もう買えない、これは普通には買えないですね。シークレットライアンみたいなのと違うんだ。あ、あのコミコンで売られるやつ。これあれだ、ダンジョン&ドラゴンスの。はい、ダンジョン&ドラゴンと、あとトランスフォーマーもありますね。トランスフォーマーとナーフっていう、すごい、水鉄砲じゃないですけど、なんか日本じゃ手に入りづらいな、これ。そうです、そうです、そうです。素晴らしい。 SDCC みたいな感じだね。そうですね、 SDCC に近いです。特別プロモセット、はい、いいじゃん。そういうのもあります。知られてないような。これはマジックのカードでしょ。マジックのカードです。両面、はい、両面カードもあるんですけど、すごい。あ、これか、両面、はい、真ん中のやつ両面なんですよ。なんかちょっと俺パック見てたらさ、抜きたくなっちゃったから、はい、自分の持ってきて向こうなの。どうしたんですか。どうしてくんないから。はい、何それ。これいくわ、オンスロート。わお、フェッチランドチャレンジ。すげえ、なんか買取企画なのにいきなりパックむき出したよ、この人。香りもかける。うちなんか結構さ、そのマジック俺もちろん大好きなんだけどさ、幅広い人を意識すると、うん、これだけで動画になんないし、まあこういう時にちょっと仲間が駆けつけてくれたから、この企画に。おぉ、レアフォイル出た、いきなり。マジ、うん、旧枠フォイルの輝きを見れただけで嬉しいわ、俺。
何のカードか。この状態になっちゃったらもうあんまり、ね、意味ないんじゃない。何のカードか分かんないですけど、多分レアこの時代の旧枠レアホイルってめちゃくちゃ高いですよ。これ結構結構いいカードよ。しかもこれね、はい、ウィール&ディール、ウィール&ディールは4マナインスタントで、好きな数の対戦相手はあのカードを全部捨てて7枚引くっていう、であなたはドローするっていう、点ずつ貼ってこれやると14点とか入るんだよ。とりあえずフェッチランドが1枚食われたんじゃない今のレアホイル。え、そうなんですか。悔しい。え、別枠だっけレアホイルって。分かんないです。 この時代のやつ どんな感じで入ってるか。ちょっと香り嗅いでみたけど、箱開けた瞬間の香りの方がどぎつくていいね。いやこれもう懐かしのハリーポッターカードと同じ匂いなんですよね。さあじゃあこれ、あ、レア出ちゃった。いきなりレアが、レア見えた。え、じゃあレアボーナスこれ。いや、ラッキーかもしれない。ラッキーレアじゃない。これいくら長谷部。5000円。え、5000円すんのこれ。わけわかめちゃん得じゃん。いや、おめでとうございます。デルタは多分1号ぐらいですよね、はい、でこれ基本土地の、いいな基本土地の、うん、これ欲しいっすもん。ちょっと俺基本土地のさ、ビキン、はい、俺この沼いっちゃん好きなんだよね、このぐらいの時代だったら。なんかしおれた花みたいなのを描いて、うん、この備品の基本土地は1枚ね100円はするからね。からのあレア見ちゃった、うん、レアちょっと捨てとこうね。はい、オーバーソールドセメタリーやばいよ。これ2コストで簡単に言うと条件満たしてれば、うん、あの毎ターンクリーチャー回収できるんだよね、墓地から手札に4枚以上クリーチャーカードが墓地にあればアップキープに手札に1枚持てるっていう、めっちゃ強いよ。えぐいよこれ。これハマるとやばいですね。そう、トーナメントで活躍したカードなんだよね。これめっちゃ使ったり使われたりしたから。でこのレアはじゃあちょっと3枚置いておきましょう。はい、はい、でアンコモンだね。アンコモン何が引きたいかな。あのあれ引きたいな、チェインオブベイパーじゃん、蒸気の連鎖、あれがいいよ。ああはいはいはい、あ当たりっていう意味だ。あとはまあ懐かしいの引けたらいいかなって感じで、フィーディングフレンジー普通に終わったうんって感じ、ね、まあ、これとかかな。よくて2マナ04、サクルとドローの壁、花の壁の方が強いんだよね、はいはい、出た時引けるやつ。よくドラフトしたわ、この時4ドラが流行っててさ、はいはいはい、2対2でドラフトするんだよね。あーで、カードショップで終わんなくてさ、ゲームセンターの休憩所行って続きをやるみたいな、いけるレアな客だよね。でもあのジュース買ったりゲームとかもするから当時の思いですよね。あの追い出されはしなかったんだけど、多分ちょっとうざい目で見られてたと思う。で、これ、まあ、ポルテッドデータよね。はい、え、レア出なかったんだけどこれやっぱレア1枚分ここに取られてたわ。わおー、でも変なレアよりもレアホイルの方が、これはそう、だからこれ3分の2でめっちゃいいと思う今の時は。これで、まあデルタと、デルタと一応あれする。土地でもさ、外れのやつとかもあるからさ。確かに。あ、ちょっとこれもったいないから、ちょっと基本これでいこうじゃん。これで一回します。土地来いよ、土地。いや、土地願ってる、土地願ってる、外れは願ってる。土地願うべきじゃないですか。土地以外あります。逆にポルテッドデルタ引いた方がさ、なんかさ、うん、動画の高評価、おめでとう高評価増えてさ、うん、せめてフェッチ、せめてフェッチ。 おえ、いったんじゃ、あれ、ん、白、白、あー、白じゃない、ゲゲ、なんだ、何これ、何があるの、いきますか。ドビライ、あー、動員ね。これ昔は良かったんだよ。3コストで兵士クリーチャーは警戒を得る、はいはいはい、攻撃する兵士クリーチャーは警戒を得る、3マナで兵士出せるって、結構コントロールのね、いいフィニッシャーだった。これいいっすね。うん、あ、なんか満足した。はい、じゃあ次バインダー行きましょう。はい、アルティメットガードのクワドロジップホールド、はい、そう、今意外とこれ自体が手に入りにくくなってるんですよね。クワドロジップフォリオから出てくるのは、はい、あ、出てくるのはもう、でもこれ開いてたよ、あ、閉めちゃったよ。あら、まあ1ページ目で多分何か分かっちゃう、テーマが。はい、ドン。あー、これはあれですね、はい、うん、シークレットライヤーのコレクションですね。そうですね、これは全部全部揃ってんの、1枚ずつ、フォイル、ノンフォイル、全部、今、日本の僕のとこに届いてるやつまで。すごっ。あとこれとかを、これまでのお店限定のやつですね。このエイプリルフール限定の、通常販売じゃなかったやつです。え、あのエイプリルフールで、マジ、あのウィザーズが考えた、あのヤバいカードたちっていう。これをやるのかみたいな、これをやるのか。で、ちょっとこの後、あのちょっといろいろ郵便事故があって、ここの間の部分のこれシリアルナンバーは別に並べてるんですけど、あ、古い方から新しい方になってるの、まだ届いてないやつらがあります。結構半年分ぐらい今まだどっさり届いてないんですよ。かっこいいね。ウォーキングデッドとか、うん、いいね。え、これやば、これエクストラライフ2020ですね。あとポスター、これラスゴス、これすごいね、マジで。これラスゴス、だから何のカードか分かんないですよ。ラスゴスと分かんないね。ちょっとすごいね、これ
もう二度と出ないの、シークレットライアーって。多分出ないよね。シークレットライアーアルティメットエディションが出てみんな切れるっていうパターンもある。あー、でもなんかこれ、どっちだよね。これ、フルテキストランドですね。え、これのノーマルとホイールってこと？そうっす、全部ノーマルとホイール。2バージョン、2バージョンあるやつは全部。何のカードなの？で、これ、あのミスティカルアーカイブのシークレットレアとノンホイール、ホイール両方あります。オールイズダスト、かっこいい。これやばい。一番後ろの方にあのおまけで入ってるステンドグラスのブレインズウォーカー、はいはいはい、これもちょっと不揃いなんですけど、これは全部は揃った、なかなかね、ランダムなんで、ね、そう今集め中ですね。オッケー、はい、こんな感じです。じゃこのノリで次のバイナーもういっちゃいましょう。いっちゃいましょう。さあ、これも1ページ目で本当はこれもっとじっくり見たいけどね。あ、これもこれね、これす、これがレジェンドのコンプリートセット、はい、モートとかあります。モートね、うん、マナー吸収、マナー回収か、この辺ですね、こう強いやつは。え、イタゴ全部、全部イタゴっす。イタゴのレジェンド、このまま買ったんだっけ。このまま、はい、海外の。売らないの？これは、まあいくらかっすよね。あ、査定額によって分かんない。査定額によって分かんない。ニコル・ボーラスの初期版とか、うん、で最後の鉄尾梅沢ね、これ。ああ、鉄尾梅沢もいいっすよね。マジック知ってる人も知らない人ももう今やあんまり知らないだろう。梅沢鉄尾、梅沢鉄尾で、一番最後のページに、うん、あの名前の長い土地ことタバナクルがあるんですね。はい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 、はい、センキュー。はい、こんな感じです。はい、そしてマスターピースって書いてある箱が出ました。はい、入ってきました。あ、マスターピースやパックから4ボックス1枚しか出ない、はい、スカラベの神、これなかなか強いやつ。特定の種類しかさ、特定の種類だけ集めようと思ったらかなり地獄よね、これ。開封で集めようと思ったら。血染めの月めっちゃ好きでさ、俺。はい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 、かっこいいよね、これ。これボーラスモチーフのやつが結構かっこいいですよね。思考囲いとかね、これ反射がやばい、ね、太ももの大地。いやー、え、これ全部持ってるの、もしかして。これ、まあ全コンプではないんですよ。あ、全コンプではない、はい、これフォースオブビルとか、うん、すごい。あと好きなデザイナー、これ順番ないの？順番が、アモンケットとゼンディガーエクスペディションとカラデシュインベンションとゼンディガーの新しいやつでちょっと分けてます。なんか横文字多すぎて何だか分からなかった。カラデシュとあのアモンケットと、ゼンディガーにそれぞれあのマスターピースってあるんですよね。で、それ別に分けてます。すごいね、結構めっちゃ持ってるね。はい、こんな持ってたんだ。こんな持ってた。ただふざけてる人だと思う。いや、違う違う、ふざけてる人ではないでしょ。あ、かっこいい、めっちゃいい、うん、これ。で、これ全部鑑定出してる、ヤホーさんみたいに。あー、いや、鑑定出す動画と鑑定どうだったかっていう動画撮ればいい。あー、なるほど。いいや、僕あんまり PSA とかに入れたくない派なんですよね。そうなんだ、カードをそのまま。そうなんですよ、舐め回したいの。舐め回したい、ベロベロ。いや、しないから。なんで、なんでカードとの間にこう、でも今壁作ってるじゃん、このケースで。でも出したいんですよ、時々。あ、出したいの。出したい時もある。出してどうすんの、触んの。出して、眺めてにやけるだけです。いや、まあ、もう、ハレルヤ、やっぱ、そう、あ、これハレルヤで買ったやつ、ハレルヤのケースに入ってます。あ、そう。あ、これいいよね、めっちゃいいよね。地味にしました。いや、いいわ、これ。これ、これ、これ本当にかっこいい、これ。この辺はカラデシュインベンションですね。プラチナムエンジェルだけハレルヤのくじでやってました。あ、本当？プラチナムエンジェルとロータスペタルだけハレルヤのくじですね。ありがとう。マスターピースのこのさ、カラデシュインベンションさ、はい、インボケーションだっけ。カラデシュインベンションですね。カラデシュのこのさ、マスターピースすごい好き俺、この枠、うん、めちゃめちゃいい。なんか今までにない光り方ですね。超かっこいい。これスタティックオーブめちゃめちゃいいね、イラスト。そうそうそう、これ明らかにブラックロータスのイラストより綺麗じゃん、イラスト。そうですね、まあ時代が違うんで ね。これやばいね。何これ、見る角度によって光り方が違うね。この辺も高いやつですね。あ、で、このロータスペタルが結構思い出深くて、うん、ハレルヤ秋葉原店でアルティメットクジャク出したんですよ。激当たり、すごいね。1000円でこれロータスペタルとあと A と B1 個ずつ。神じゃん、これ今もっとするでしょ。いや、全然全然すると思いますよ、ね、2万円とかすると思う。素晴らしい。販売があるおめでとう。ありがとうございます。うん、ちょっと焼肉おごってもらおう。いや、ちょっと待って、普通に買ってるんで。普通に購入したお客さんだから。なんで焼肉。それはそれとして、うん、焼肉はおごってもらおう。それはそれとしてね、うん、それならまだ分かる。それはそれとして、ごちそうさま。それはそれとして。ちょっとこんだけ住みてな。マスターピースたちっすね。いいよね、マスターピースって。おしゃれですね。絶対これ、もう毎回ずっと続けてほしいけどね、マスターピース。ネタがないのかもしれないけどさ、デザイン変わってるじゃん、毎回著しく。だから何回も思考囲いとかさ、うん、フォーソビーとか何回もやればいいだけだと思うんだよね、うん、何回も同じの選んでもいいから、
ドーピング1回やったらさ、ダメだって続けるか加速させるしかないんだって、もうその覚悟ができてないのに始めちゃってやめちゃってパック売れづらくなるの困るよ、伊沢さん。困る。お次はこちら。はい、カード、ブラックロータス。はい、ちょっとこれ状態見ていい？状態は結構悪いです、正直悪い。これ結構状態で買うんだよね、コレクションアイテム。超でかい、超でかいやつ、超でかい。おこれね、はい、裏マジックじゃないんだよね、テレーズ・ニールセンさんの。これ状態悪そうだな。あんま良くないですね、端っこガビガビ。あ、悪いね。悪くても欲しいよね。俺も1枚欲しいなと思って、最近ハレリアニアミとかなんかあってさ、これのさ、え、あ、あるんですか。え、すごい、9万円で売ってて高っ。ちょっと買おうかなと思ったんだけど、うん、持ってないからさ、これ1枚は、うんうん、ブラックロータスは欲しいやんっていう。でもこれ集めたらさ、コレクターエディションとかインターナショナルエディションも欲しいなってなっちゃうから、うん、結構なんかアルファベータも欲しいなみたいな。そう、はい、じゃあ、はい、こちら、こちらなんだこれ、開けてみようか。開けてみます。ボンボン、うわー、もうちょっと待って、これさ、はい、待って、ヤマ君、はい、1200万円よりあるんじゃないこれ、はい、こっちのが多分、待って、これだってこっちのがやばいっす。こっちパワー9って書いてあるよ、はい、え、パワー9って書いてない方開けたんだけど、はい、パワー9、パワー9、パワー9以外は入ってます。入ってる。え、これ、なんかいっぱいあるよ、はい、マジで見せびらかしんきやがった。やばくない？何これ。え、これ個人のコレクション？これ個人の、商品じゃなくて。商品じゃないです。何これ、個人で。ただこれはあの結構枚数あるんで、うん、あの、あ、店に結構、結構ガチで、うん、あの店に回してもいいし、今日お値段が折り合えば、うん、ガチで売ってもいいシリーズがこの、ちょっと買いたいな。フォースオイル、はい、まあみんな統率者したいだろうなと思って、ジュエルのロータス。どうすんのこんな持っててね、これさすがにちょっと持ちすぎたんで、だからこの辺はあのさばきたい系なんですよ。もうちょっとさ、天下の回り物じゃないカード。そうですね、もっと流通してもいいかもしれないですね。もっとマジック盛り上がるよ、これ、うん、市場に出せば、わかんないけど。はいはいはい、フォースオブウェル、はい、ダマナクル、2枚目。ボックストッパーじゃないか、これボックストッパーじゃないか、ボックストッパーでしか出ないかな。コレクターブースター、あ、そうそう、あ、そうそう、これみたいな、ダブルマスターズの VIP 版の、はいはいはい、オート。すごっ、もうちょっとすごいのが出すぎて、なんか何が出てもあまりリアクション取りづらいの。これはあれですね、じゃあハレルヤ印、これハレルヤ印で、ハレルヤで買ったやつね。ハレルヤで買ったの、はい、ハレルヤで、あのオリパ、オリパで当たったやつで、これハレルヤで多分デュアランを単体で買ったってことはしたことなくて、まあ、オリパで買った方が得だよね。そうっすね、オリパで全部買い占めたみたいな。すごっ。で、これこの後、あの僕自慢の、あのトロピシリーズ。トロピにあげないよ、これ半分で。いや、なんですか、トロピめっちゃすごい。で、これはですね、マジ一引きの、はいはいはい、時間のねじれの、はいはいはい、いいね、はい、おぉ、この辺はダブってるマスターピースたちですね。いや、でも俺よりカードいっぱい持ってるよ。本当ですか。あの、このコレクション系、これらの品においてはどうだろう、わかんない。プレイヤー用セットは俺のがあるかもしれないけど、はい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 、まあ俺コレクターですね。コレクターだね、プレイヤーというよりは。道理でプレイしないと思った。もともとバリバリプレイヤーでさ、だんだんこう経営者色強くなってるけどさ、俺もさ、はい、遊びたいんだけどさ、はい、そこまで遊びまくる時間取りづらいよね、やっぱ、うん、その点コレクションってさ、時間食わない、その時間食わないよね。好きな時好きなだけできるっていうか、眺めるだけ、ね、なんかお金と時間どっちあるかっていうのとさ、結構比例しやすいよね。そうですね、お金も時間もある人はどっちも選択やればいいんだけど、時間貧乏はコレクターになりやすくて、お金の方がそんな余裕なければプレイの方がバリューよく楽しみやすいよね。で、これグルルモリ、すごいね、ヤン君すごっ。なんか変な言い方だけど、はい、見直したわ、なんか。本当っすか、うん、ただのふざけてる人だと思った。結構俺マジック好きなんですよ。マジック好きだね。好きなんですよ。こんな持ってたんだ。結構好き。いやー、すごっ、これ、え、パワー9、はい、デュアルラウンド高額ポイント、もうパワー9とデュアルラウンドいっぱい見たんだけども。あ、こっちはもう逆に自慢かよ。そういう企画だよ。持ってないよ。で、こっちは手放したくないです。なんで、こっちは売る気ない。売る気あんまないっす。え、これ。もう開けてもう、開けて閉じんのやめて。何これ。いいよもう、やば。いやー、これやばいね。これは来てますよ。ちょっと見るの疲れるからちょっと。やめて。何入ってるの。この辺が、うん、見る見る、はい、ここからまあいます、はい、はい、高い土地たちですね。あら、あ、これ解説します、はい、すごいカードたちです。すごいカードたちです。この辺も高い土地です。金幕も一応入れてますね、同じ種類の。やばいやばい。
何やってんのこれ、うん、何これ裏切り者の宮古にとってはなぜか5枚ありますからね、間違って何なのこれ、こんなカード持ってて どうすんのこんな、うん、バラバラこれラストハッピー賞のやつ、そうか、うん、自然に集まってくのか、うん、これラストハッピー賞はあのトマハッピーがあの、うん、リニューアルオープンの時に買ってっつってそれは覚えてるわ、うんうん、それで、なんであのグルラン島だけ2枚あるのそれっす、はいはい、エッチングフォイル、はい、こんな持ってたんだカード、はい、ラストハッピー賞は俺、あどうぞ残してるんですよ、はい、ラストハッピー賞多分 3,4 回やってて、これ MP って書いてるのこれもラストやばい、これはマジックフェストでラストハッピー賞だったこのシールまで取っとくのがエロいよね、しかもこれちょっと恥ずかしいんだけどシールずれてて、ラストハッピー賞はもうスプリントじゃん、さっきコレクターブースターの品質について言った会社の貼ったであろうラベルシールがずれてる、これラストハッピー賞はもうね、うん、あの僕みたいなラストまで引き切ったっていう思い出なんで一緒にシールで残したんです、そうだよね、あ、ボルカボルカちゃんたちで最後フランス語版とか、まあ、確かにね、これは現金の貯金よりもカードの方が持ってますっていうのも別にうなずけて、そんなにその現金めちゃめちゃ余してもしょうがないからね、そのビジネスとかカードも使っちゃうよね、でプラトンもちゃんとあの別イラストバージョンとやば両方ちゃんとある、うるさこの辺はもう思い出の統率者用のホイールかな、そういうわけでもない、まあ、っていうわけでもなく、ただ高いホイールですね、ただ高いホイールだし、ジャッジフォーションですね、ああすごいわすごいわ、デルレッチまで持ってるの、デルレッチ、めっちゃ良かったですね、素晴らしいね、抹消、あ最初のボイルス、俺これ無限コレクションすることにしたからさ、記念にちょうだい、絶対ダメっす、絶対ダメっす、ダメ絶対だって、あげんのはダメっす、じゃあくれないってことね、あげないっす、うん、あげないでしょ普通、硬いな、硬いよ、だって今日あげたり開けたりしたくないやつ持ってきてんだから、硬いな、もっと柔らかいの持ってくるんで今度は、ね、いや欲しかった、うん、1枚欲しいよねあれ、うん、1枚欲しいんだね、俺もだから1枚持ってんのよ、もっと欲しいかなって思っちゃうような素晴らしい魅力がある稲妻ドラゴンに、でここ最後この2つがエグいっす、うん、はい、いきます、これはもう分かりやすいやつですね、モックスパール、はい、あーもうセット、これ備品ってわけだ、できるだけ綺麗な状態、完全備品じゃないですけど、サファイアジェットルビーエメラルブラックロータスタールツイスタイムワークアンセスターリコール、タイムボルトじゃない、パワー10といえばアレックス、いやこれ旧パワー10だよ、旧パワー10、現代パワー10はタイムボルトでもあのこっちの方がポピュラー、こっちでパワー10、パワー9プラスこれでパワー10って言われてたよね、ライブラリオブアレクサンドリア、でこれさっきもブラックロータス出たんですけど、こっちはあのニアンミントマイナーか、ガチモン、結構綺麗です、ガチモンで偽物はないですね、これちょっとここがね、ここが気づいてる、全然状態悪いこれ、これはもうヘビープレイだよ、ヘビープレイですか、まあ MP って言い張ってもいいけど、これはね、こういう傷はね、日本じゃ状態のこの限度、限点が高いから、多分ヤン君さっき持ってた違うやつの方がいいんじゃないか、本当ですか、うん、これだと、だから買取査定で言ったら結構厳しめのロード、そうなんですね、じゃあいっちゃいますか、はい、最後の束、鬼が出るのか、ヘビが出るのか、ヤン君、はい、なんか読めないです、僕ファイレクシア人じゃないんで、ヤン君に似てるクリーチャーです、いや違う、ちゃうんよ、はい、あ、ヤン君に似てるクリーチャーのホイールです、はい、近年のカードです、比較的近年66速攻、はい、あ、エリシノエリシノ、まあ、アラビア語をベースにデザインされてる感じがしますね、あー、そうですね、うん、適当ですね、あ、適当なんだ、はい、あ、大岩作間のナーセット、はい、そして、アマリリ、来た来ました、ね、アマリリホイール、はい、この順番で来れば、ね、ナーセットの次はアマリリですね、またアマリリかな、あ、違う、はい、なんだっけ、モノリス、あ、そうそうそう、アルファのモノリス、ね、バサルトモノリス、アルファ、それニコラさんが欲しそう、はいはいはい、ニコラさんはそういうの好きですもんね、バサルトモノリス、プラトゥ、プラトゥ、ベイウ、ベイウ、ベータ、モクスルビー、ベータ、あ、集めてんの、もしかしたら、買わない、集めてます、で、ベータのエメラルド、エメラルド、サインド、これがジェット、アルファのジェットですね、アルファね、何が1200万円やね、全然もっとあれでしょ、これで、こうブラックロータスの黒枠は結構綺麗な状態になってますね、そうだね、ちょっと詳しく見てみようか、確かに、え、綺麗じゃない、かなり綺麗なやつです、これ自慢の、うん、いいね、ベータのね、これニアミントマイナス以上ある、甘く言えばニアミントつけてもいいけど、はい、まあニアミントマイナーぐらい、とりあえずニアミントマイナス以上はあるね、硬いね、かなり綺麗な表面、ヤン君、はい、結構持ってるね、結構持ってる、なんか目が疲れたよ、もうハイカロリーだよ、なんかちょっとコレクション持ってくんで大量査定のやつでちょっと見てくださいみたいな感じだったと思うんだけど、相当隠し玉持ってたね、家に来てくれるんだったら正直もっとあるんですけど、今日は一応精鋭部隊で、
こんだけあったらなんかヴィンテージもやったらいいじゃん。全然ヴィンテージ組めると思います。金かかるところ持ってるじゃんっていう一番金かかると思ってますね。これらのカードをさ、コレクションってだけじゃなくて使って輝かせてあげながら動画でもその楽しいゲームをシェアして、うん、みんなもハッピーみたいな。出しどころが難しくて、うん、持ってるっていうのを今日のきっかけにアピールして、で、どんどん出していこうと思って。いや、持ってたなって感じだからね、本当に隠してたでしょ。せっかくだから、こう、もっと輝かしてあげたいのが親心みたいな感じで、うん、ヴィンテージとかオールドスクールとかもやろうよ。確かに、やりましょう、ね、はい、ということでね、はい、まあなんか大量査定企画で、うん、全くこう、初めましての人とかね、すごい久しぶりの人とかで、本当にどんなカードが出るかなって分かんない、うん、今までの回も面白かったんだけど、今回は今回でね、すごい豪華だったんで、総額いくらになったんでしょうか。査定結果見ていきましょう。査定完了。イエイ。お疲れ様でした、はい、もう30日ぐらいかかりましたけどね。すごい30日かかりましたね、はい、いっちゃいますか、いきなり総額。予想は1200万円ということでしたけど、それではお願いします。はい、2479万。くっ、約2500万ですね、はい、おめでとうございます。これはちょっと逆に悔しいっす。ちょっと倍あるじゃん。倍以上ある。倍以上あるよ、ふざけたらいかんよこれは逆に悔しい。だって2400万だったら、これちゃんと本気で全部持っていけば最高額出たかもしれないですね。そうね。なるほど。あと俺にハンドパワーないことは分かったわこれ最高額じゃないの2479万円。確か来たの2000万ぐらいだと思う。で、本当にあとちょっと、ちょっと今からハリベでカード買ってきます。あ、どうぞどうぞでも実際、細かいレア、確かに持ってこればあれだったんですけど、やっぱちょっと今日はね、細かいレアだと急に枚数多くなるじゃないですか。いや、逆に細かいの持ってきてない割には物量すごかったけどねそうね。ちなみにね、最も単品で査定額ついたのはどんなカードだったんでしょう。これをね、じゃあ見ていきたいと思います。第5位、ドドン。あー、まあね、ベータのモックスルビー、そういうラインナップでしたね。ベータモックスルビーと45万円、うん、状態 MP、まあダメージ品ですね、はい。そして第4位、ドン、タイムツイスター SP、 56万円買取。はいはいはい。ドドン、お、モックスジェット MP、 90万円、アルファですね。アルファのやつですね。角が丸いアルファでございます。最初に出たマジックザギャザリングのモックスジェット。はい、それでは第2位、ドン、ブラックロータス HP、 120万円、ヘビープレードですね、超ダメージ品、うんうんうん、ちょっと安くない？あれ取れる、うん、在庫が何枚かあってそんなに出せないみたいな。ブラックロータスの割にはなんか買い取り頑張ってないように見えちゃうんだけど、もうちょっと出せると在庫が結構ある。あ、じゃあそういうののタイミングでも結構上下しちゃう。20万じゃ売らないよ、うちのやんの大事なブラックロータスは最近価格も落ち着いてますしね、一旦ね、はい。第1位、まあ言わずもがな、ドドン、こちら結構するな。ブラックロータスのベータ SP マイナス、ちょっとバインダーのダメージがやっぱりここの立体がスリーブ越しで見るより実際はあるのかもね、これ、はい、スリーブ越しで結構グイッとなってるから、表面がちょっと盛り上がっちゃうぐらいの値段で、結構 SP マイナス、本当は盛り上がってる、うん、それでも420万円するんだ、はい、いやー、なんかでもあれだね、ある程度持ってるのは知ってたけど、予想以上に持ってたね。買取で2500万円って、やばいよ、うん、1200万円って言っといて、1500万円でした、やったっていう予定だったのに、ほんと2400とか行くなら、ちゃんといじめるぐらいたくさん、もう1ダースぐらいのケース持ってこればよかったです合計金額出た後、視聴維持率バー落ちていってるタイミングなんで、そろそろ終わりますか。終わりますか。なんで分かると思いますけど。了解です。ということで、ヤン君ことヤンチムのチャンネルもぜひマジックの動画ね、お願いします、チェックしてみてください。はい。そしてトマピーチャンネルももちろんチャンネル登録、動画の評価お願いします。お願いします。はい、それではですね、この MTG 大量査定企画、ご応募ね、お待ちしてます。概要欄に詳細あります。動画出演&大量査定、ご希望の方はぜひぜひチェックお願いします。お願いします。お願いします。そして全国のハレルヤネット買取でね、毎日毎日たくさんのね買取お持ち込みいただいてます。信頼と実績の専門店ハレルヤまでぜひ不要なカードあればお持ちください。ご視聴ありがとうございました。